クラブっていうのはね、これがクローズでしょ、これがオープン。手首の形がこっち折れたらオープン、ハンドファーストになった時はフェースが開くから手首がクローズにならなきゃいけない。ここでクラブを起こしたら、このまま回って当たれば手も離せるしフェースもまっすぐだから、この作り方の話をします。チャグル TV 始まるよ。クローズにするときにクラブをこっちに回すんだけど、このときに右の肘を上げながら締める。手首の根っこを持ち上げる。で、クラブを回転させる。その時に、こういう力。だから、肘っていうのは、伸びればクローズになる、スペースが。曲がると、オープンになっちゃう。右手でこっちに回す。右手ね。これを、ここで、同じことする。こう使う。右の肘を使ってクラブをクローズに回しといて、この形のまま回ってくればハンドファーストでフェースもまっすぐになる。それ両手でやってみて。この時点でインパクトの形が完成してるから、このまま回れば肘が伸びてるし手も離れてるしクローズにもなってるから、インパクトの形がもうできた。それを引きながらここでこの形がロックしたまま回ってくれば確定で離さない。これがポップとかダウンで曲がって自分の方に近づくとオープンになりやすくなって、このままハンドパスだと右行っちゃうからこの辺で打ちたくなってダブっちゃう。で、まあ高くなってダブリアです。まあ、イメージは伸ばしてる選手もいるけど、当たるまでの右の肘がこの伸びた形、この形になってればいいから、時にやっても当たる直前にやってもいつやってもいいんだけど、いきなりバックスイングある瞬間にやったっていう質がいつでもいいんだよ。やりやすい場所で、メリットがもう一つあって、こうやればやるほどレールオープンになる。だけど曲がるとオープンになるからこっちにクラブが出ちゃう。曲がってる人ほどクロスして、これはこっちに締めた人ほどレールオープンになるから、トップの位置って果たして上下も反転左右も反転するから捕まえたいとこれこうやっちゃうわけで、これオープンになるから、これオープンってインパクトになる。でクローズのまま自分が回る。クラブがクロスする人も治ってくるから、まあ、兄ちゃんなってないけど、そうそうそう、当たるまで回転していって、当たるまでそこロック右ロックで回転、
手があるから距離も伸びきらないし、降りるときにクラブの重さが来るから曲がるんだけど、まあ感覚は。右に飛ぶってことは、当たるときにこのクローズにしたものが自分で、この形のまま回転していけば、ここは右もいかないし、閉じすぎないから左にもいかない。ロックしたのはちょっと左にしっかり回る感じかも、イメージが体が。ダブルのはクラブが手前に入るから、ダブルというよりはまずハンドファーストに当たってない、あとハンドファーストに当たらないとバランスが下がって突っかかる、抜けが悪いからすごいダブルな感じがするのと、あとは高いところからクラブが入って打ち込んじゃうと刺さっちゃう、まあ、球も飛ばないし、しっかりこれロックしてハンドファーストに当たるから、これをある程度低い位置から入れてきて当たるまで体の回転で当てる、上からこうパッといかないように回転する。あ、そうそう。それもちょっとだ。もう少しグリップ持ってもいいか。今の感じなら。右肘も伸びた状態だし、押す状態になっているから、回転スピードは左の背中とか左サイドで回転して回るんだけど、体に対してグリップの位置を固定しているのは右の手なんだ。右手でしっかりロックをする。この形で正面からもうぶれないわけだから、これが肘がめっちゃ曲がったりするとグリップの位置が体から外れちゃう、どんどん。ただ、いくら体早く回しても手がちょっとぶれちゃって、しっかりロックしてくる。でも右手でロックしてるけどスピードを出したのは左サイドだから、しっかり左を回す、スピードは左、固めるのは右。8月にあるプロテスト。大きい声で。8月に行われるプロテスト頑張って通ります。はい。はい、頑張ってください。乗ります。はい。見た目のテレビ。マスターズゴルフアカデミーの藤井校長です。特別講師の高木です。
将来はやっぱりプロになって、うん、それを生業として生きていける子たちを育てたいと思ってます。ジュニアが8人ぐらい、プロを目指してる子たちが12人ぐらい、もうちょっといるのかな、全部で20人ぐらいです。はい、興味がある人には来てほしいですけど、本気でやりたいと思う子に来てほしいと思います、うん、朝から練習して、うん、体の弱い部分を強化しながら強い選手を育てたいです、たくさん。でもしちょっとでも興味があれば一度連絡いただいて見学できるので、そこでまた相談に乗ります。やる気があるやつ待ってるぜ。ああやる気のある子はぜひ。はい、藤井でした。もしよかったらチャンネル登録お願いします。